皆さんこんにちは。ドラム講師の森谷亮太です。今回は、ルーディメンツの一つ、フラムパラディドルディドルについて動画レッスンを配信したいと思います。フラムパラディドルディドルとは、一体どういうパターンか、一度やってみます。フラムパラディドルディドルとは、ルーディメンツの、スタンダードルーディメンツ26とは別のルーディメンツにパラディドルディドルというパターンがあります。パラディドルディドルとは、パラディドルの手順ですね。右、左、右、右、左、右、左、左の、ディドルのダブルストロークの部分が増えるので、右、左、右、右、左、左、右左右右左左っていうようなパターンになります。一度やってみましょう。でこの、パラディドルディドルのパターンとここにあるフラムパラディドルディドル言いにくいですね。フラムパラディドルディドルのパターンは。入れ替わらない、左右入れ替わらないパターンになるので、また入れ替わるルーディメンツというのは、また別の名前で、あります。なので、これは入れ替わらずに、右からスタートすれば右からばっかり、で、左からスタートすれば左からばっかりというパターンになります。なので、まずはこの、フラムパラディドルディドルをやる前に、パラディドルディドルを、一度やっていきましょう。まずは手順としては、アクセントをしてで左が入ります。そして右は上がりながら叩いて、左がそのままの感じでダブルストロークを叩くような感じです。で右はもう上がって、下がって上がって下がって上がってみたいな手順ですね。右はアクセントして次は上げながらダブルストロークを叩いてこのやり取りを続けていくような感じですね。というような感じです。そして、このフラムパラディドルディドルとは、パラディドルディドルのアクセント部分がフラムになっているような感じです。なので、前回、フラムパラディドルという、パターンを、動画レッスンを配信させていただいたときに、フラムは、この、止まるパターンと、入れ替わるパターンと、この、ルーディメンツでは2パターン使われるという、話をさせていただいたんですが、このフラムパラディドルディドルは止まるパターンですね。止まるパターンで続けていくのがです。なので、しっかりとここでフラムは左からの着地の方ですね。そして左が次で叩けたらやすいと思います、左からもやってみましょう。左のアクセントですね。間違えました。これの一番今やりやすいというか注意する点とすれば、右手は下がって上がってを繰り返すのですが、逆の手ですね。アクセントの逆の手は、もうずっとこの、スネアのヘッドから3センチぐらいのところで、叩くような感じですね。というような感じです。
足と合わせてやってみましょう。まずは、パラディドルディドルのパターンですね。このパターンを、まずは、体、何も考えずにできるようになるまで、体に慣らしてから、この、フラムを取り入れていくと、体が動きやすいと思います。なので、鏡を見ながら、そんな感じで、練習をしてみてください。といった感じで、今日のレッスンを終わります。さよなら。